北国新聞ニュースをお伝えします。今日未明、金沢市の住宅街で相次いで熊が目撃されました。県内で熊の目撃情報が多発していることを受けて、石川県は今日、これまで出していた出没注意情報を出没警戒情報に切り替えました。金沢市によりますと、今日午前2時12分ごろ、城南1丁目の市道を車で走っていた男性が体長およそ1メートルの熊を目撃しました。それからおよそ20分後には、250メートルほど北の笠前本町2丁目で別の男性が道路付近をうろつく熊の姿を見ました。また大桑町でも午前2時20分ごろ、住宅地の裏手に体長およそ1メートルの熊がいるのを住民が目撃しました。このように熊の目撃が多発していることを受け、石川県は今日県庁で緊急対策会議を開き、先月11日に出した出没注意情報を出没警戒情報に切り替えて、県民に対策の徹底を呼びかけました。かなり街中ですよね。そうですよね。今月がこの冬眠前の活動のピークだろうと思いますけれどもね、これだけ頻繁にこの市街地で目撃されますとですね、かなりこの山奥の食料不足深刻なんじゃないかなということが分かりますよね。夜は基本的には寝る動物なんですけれども、こんな状況ですと寝る時間を惜しんでですね活動するそうですから、24時間注意が必要になってくると思いますね。そうですね。朝晩ランニングされてる方多いですけど、気をつけてほしいですね。そうですね。ではニュース解説です。金沢マラソン組織委員会は明日9日からオンライン大会の特設サイトを公開し、新型コロナウイルスの影響で中止となった第6回大会のコース周辺の見どころや著名なランナーらの応援メッセージの動画を紹介します。中止は残念なんですが、野口さん、城下町の魅力を画面から発信して金沢マラソンファンを増やしたいですね。そうですね。このオンライン大会はですね、 GPS 機能を備えたスマートフォンアプリを活用して、10日からですね、来月の10日までの1ヶ月間、合計 42.195キロの完走を目指してもらうね。コースや時間帯は自由で、複数回に分けることも可能だということです。完走者には抽選で150人にですね、来年秋に開催される金沢マラソン本大会の優先出場権が贈られるということで、なかなかその出場権をゲットしにくい大会なのでね、ランナーたちへのインパクトはあると思いますね。応募者も多くて、予定にはなかった追加募集の時も早々と定員に到達しましたね。本当に8月に行われた初回のこのエントリーはですね、2時間半で5000人分が埋まり、また先月行われた追加募集でも2000人分がわずか11分で全て埋まるという人気ぶりですよね。ランナーにとっては、コロナで走りたくても走れない、気持ちが沈みがちな中で、オンラインであってもですね、仲間と一体で完走するという達成感、連帯感を味わいたいという、そんな思いがですね、伝わってくるように思いますね。特設サイトでは金沢らしい特別感が随所に感じられる内容になっているそうです。そうですね。公認コースのマップですとかね、工程図を掲載して、金沢21世紀美術館とか兼六園、金沢駅の鈴木門といった観光名所を写真付きで説明しているそうです。過去の大会でですね、給食として提供された和菓子や洋菓子、ラーメン、カレー、カニカマなどですね、グルメ情報も盛り込んだということです。また第6回大会でゲストペースランナーを務める予定だった2004年アテネオリンピック女子マラソン7位のですね、坂本直子さんと世界陸上のセビリア大会に出場した小畑佳代子さんが参加者にエールを送る、そんな動画も掲載するそうです。9日の午前10時から11時の間、
大会にエントリーしたランナーにですね、まあ、サイトの URL をレシメで送るということなんですね。走る方もね、いろんな工夫を凝らして独自に大会を楽しむ動きも出てきていますね。この地元の愛好者のチームなどはですね、まあ、自分たちの仲間でですね、ミニ金沢マラソンのようなものをこう開いて、この密を避けながら自分の力に応じた走りを楽しむというイベントを開いて完走につなげる、そんなチームもあるですね、はい、あるいは東京に住む女性の方はですね、まあ、東京パラリンピックのマラソンコースにこの際挑戦しようということなんだそうですね、まあ、特設サイトを活用しながら、まあ、来年の本大会の開催を願って思い思いに楽しんでほしいと思いますね。さて、金沢市は保育所や認定こども園の利用申し込みについて、来年度保護者に対する結果の通知を例年より1週間程度早めることにしました。通知時期の見直しは昨日開かれた金沢市議会の市民福祉委員会で市側が報告しました。来年度の第1次利用申し込みの受付期間は今月1日から24日までで、調整結果は来年1月12日に通知されます。また、第2次の申し込みは来年1月18日から27日まで受け付け、2月15日に結果を通知します。金沢市は調整結果の通知を例年より1週間程度早くすることで、定員オーバーで希望の施設に入所できなかった場合、保護者が育休の延長などについて勤務先と調整する期間を十分に確保できるよう配慮したと説明しています。飲食店を支援する GoTo イートのプレミアム付き食事券を使える加盟店を増やすため、県内の商工会議所や商工会などで作る事業体はそれぞれの店や商店街などに足を運んで申請を依頼するローラー作戦に乗り出しました。県内では1冊1万円で購入すると1万2500円分の食事をすることができるプレミアム付き食事券の引き換え券が今月12日から全世帯に郵送され、今月26日から郵便局での販売や店舗での利用が始まります。プレミアム付き食事券のデザインは昨日までに完成し、500円と書かれた表側に県観光 PR マスコットキャラクター百万さんを起用しています。商工会議所や商工会などで作る事業体の事務局は5000件の加盟店を目標に置き、昨日午後1時時点の加盟店は2393件と他の県に比べ多くなっています。加盟店の数は多いほど食事券を使う消費者にとって魅力になることから、県内各地で加盟店をさらに増やすため直接申請を促すローラー作戦が始まっています。このうち金沢商工会議所は金沢市内の店に職員が直接申請を依頼したり、商店街、市観光協会などの各種団体に周知を求めたりしています。加賀市の山中商工会でも職員3人が対象になるおよそ80点をすべて回り、事業の説明や申請の依頼を行い、これまでに7割ほどが申請したということです。手続きがよくわからないっていう方にはね、これありがたいですよね。そうですね、まあ、どんどんまた加盟進めてほしいと思いますけどね、はい、まあ、使える店と、まあ、使えない店との差というのは後々非常に大きくなると思いますね、まあ、時代に即応した、まあ、体制を取らないとですね、多彩なお店がある地の利というものが活かせませんし、まあ、地域全体のイメージにも直結しますから、ぜひとも参加、まあ、加盟してほしいですよね。そうですね。さて、加賀市の加野酒造は昨日市内の水田で酒米山田錦の収穫を始めました。加野酒造は1996年から山田錦の栽培を始め、規模を拡大しながら今では
およそ 3.4 ヘクタールで作付けしています。この自社生産によって酒造りに使う山田錦の1割程度を賄っています。今年の収穫は昨日から加賀市八日市町の水田で始まり、およそ15トンの山田錦を収穫した後、12月から仕込みに入り、来年1月に新酒の出荷を開始します。山田錦の出来について加納博道社長は、今年は虫の被害もなく質は上々だと話していました。加納酒造は山田錦の収穫に合わせ、特別純米酒幻の加賀の庄の原料米をこれまでの500万石から地元産の山田錦に改め、加賀出身の杜氏が湧き水で仕込んだオール加賀の地酒として15日から出荷します。金沢に次ぐ県内第2の大根産地羽咋市で、昨日秋冬大根の出荷が始まりました。出荷初日の昨日は、JA 羽咋租菜部会に所属する5軒の生産者が大根を収穫し、羽咋市中川町にある収集荷場に合わせて 16.5 トンを持ち込みました。大根は洗浄の後、去年導入された自動選別機で大きさ別に5つに分け、さらに曲がり具合や傷の有無などから有、臭といったランクが付けられました。大根栽培はスイカを収穫した後の8月中旬に始める農家が多く、今年は1軒多い11の生産者が 16.6 ヘクタールで作付けしました。今シーズンは8月中旬以降、雨が少なく高温で一部で発芽不良が見られました。しかし先月の雨で持ち直し、11月上旬までに例年よりおよそ100トン多い770トンの出荷が見込まれています。鹿町は昨日までに町の優良特産品として新たに4品を認定し、ふるさと納税の返礼品として活用していきます。新たに認定されたのは、横田庄天然岩牡蠣や味きらら丸福れんこん、味きらら丸福すいか、ひんやりころがきの4品です。このうち天然岩牡蠣は鹿町高浜漁港沖およそ5キロの難所で、地元の有志がおよそ50年ぶりに取り始めた岩牡蠣です。丸福れんこんや丸福すいかは自家製の肥料を活用したうまみが特徴で、ひんやりころがきはシャーベットのような食感が人気です。優良特産品は海の幸、山の幸、お菓子、工芸品に分類され、鹿町セレクションと書かれたシールが貼られます。認定品はこれで104品になり、町はふるさと納税の返礼品として活用します。内灘町商工会はプレミアム付き商品券を購入した世帯が町内の2割程度にとどまっているため、今月26日から追加販売することにしました。内灘町商工会のプレミアム付き商品券は5000円で6000円分の買い物ができ、来年1月末まで町内や町に近い150の店で使えます。1セットの商品券は500円券が12枚つづりになっていて、1世帯について6セットまで購入できます。プレミアム付き商品券は8月5日から先月30日まで販売されましたが、実際に購入した世帯は町全体の2割にあたる2200世帯にとどまりました。このため内灘町商工会は今月26日から来月30日まで改めて販売することにしました。商品券の引き換えに必要な購入券は町が発行する広報内灘10月号についています。前回の販売では広報を捨ててしまったという声もあり、今回は追加販売を表紙で PR しているということです。